ビルンガ山地の火山国立公園に生息するゴリラの母子クーイタイジナは新しく生まれたゴリラに名前をつけるルワンダの儀式である。クーイタイジナとはルワンダ語で名前を与えることを意味する。ルワンダにおいてゴリラに名前をつけるのは数百年の歴史を持つ伝統的行為である。現在行われているクーイタイジナは伝統的な儀式の一環として2005年に ルワンダ政府開発局によって始められた。この儀式は名前をつけることで自然環境に生息する個々のゴリラやゴリラの群れの監視に役立てることのほか、ゴリラの保護やマウンテンゴリラの貴重な生息地である。ルワンダ北部のビルンガ山地における環境保護の重要性について地元地域や世界各国の関心を集める手段として始められたことが知られている。 2009年6月に行われた第5回のクイータ、イジナは、火山国立公園で行われ、18頭のゴリラの赤ちゃんに名前が付けられた。ルワンダ、アラフレカコーパーツシンク5万5000ドルイントゥゴリラ、ネーミング2009クイータイジナインビテーション、ルワンダ共和国大使館宿、国際ゴリラ年、第5回ゴリラネーミングセレモニー6月20日ルワンダで開催。ありがとうございます。